気やる気鬼気オンライン鬼気誠政治塾塾長の衆議院議員鬼気誠です。鬼気誠政治塾塾長補佐の後藤陽子です。はい、よろしくお願いします。はい、もうねちょっと総裁選お疲れ様でした。はい、どうも。そしてもういきなり選挙になるということ で、 そうです、ね、我々ちょっとかなり今回はタイトスケジュールの中でお届けしようと思ってます。はい、はい、2024年10月のマンスリーテーマはもし鬼木誠が総理になったらというテーマで4回、10月にお届けします。でなぜこのテーマを選んだかといいますと、はい、先日までの自民党総裁選挙9人の候補者が、多種多様な意見を述べました。いろんな世の中にある論点に対して私だったらこの問題についてはこういう解決をしていくっていうのを9人が9人なりのバラバラのですね、意見を言ってこの国の方向性をリーダーとして示したわけですね。で私の同期の議員小林隆之君という同期の議員も4回生だけど手を挙げたということで、はい、私も大変刺激を受けました。やっぱり、その衆議院議員っていうのは総理総裁に手を挙げることもできる存在であるという中 で、 そうですね、この総裁選ずっと見てまして、いや僕だったらこうやるなと、この問題についてはこう考えるなというのもどんどん湧き出てきまして、やっぱり衆議院議員としてですね、自分だったら総理になったらどんな国を作るんだというビジョンをですね持ってなきゃいけないということで、私なりに考えた、もし鬼木誠が総理になったらこんなことをやっていくというのをまとめてみました。ということでですね、はい、今日はちょっと紙なんですけれども、こういうですね、これは紙として配れるのは選挙が解散告示になるよりも前しか配れないものなんですけど、ホームページに、掲載をさせていただきます。はい、そこにですね、誠の国づくりと言いまして、私が考えるこの国のあり方作り方というものについて考えてみたと。で、4つの柱を立てております。1つがですね、後世につなぐ素晴らしい日本、そしてもう一つが持続可能な経済財政社会保障、そして3つ目の柱が国民負担の見直し、見える化から最適化へと、そして4つ目の柱が平和と主権を守り抜く外交防衛と、この4つの柱を立ててですね、誠の国づくりを打ち出していきたいと思います。でこれはすなわち衆議院議員鬼木誠が目指す国づくり、問題解決のあり方について、まあ、具体的に語っていくということで、実はこの誠の国づくりという、まあ、ホームページや告示までに配られる紙ではですね、こんな感じでですね、選挙告示になるまでの自由に紙が配れる期間では、こういう形でですね紙でお配りするんですが、この一つ一つ立てた柱の中身をもっと具体的に直接お話ししようというのが今回の政治塾のテーマとなります。はい、ということで、本日のテーマが後世につなぐ素晴らしい日本ということを解説していきたいと思います。はい、お願いします。はい、でまず大前提として日本は素晴らしいということを打ち出しています。で最近の日本はもう自信を失ってます ね、うん、そうですね、活力を失っている、はい、自信を失っている、で先行きに不安を抱えている、いやそうじゃないよと、まだまだ日本って素晴らしい国なんだよっていうことを前提にですね、うん、その日本の素晴らしさをどう伸ばしていくかっていうことに取り組んでいきたいと考えているわけです。現状のポテンシャルをきちんと言語化するというか、うん、認識しようと。そうですね、現状のポテンシャルであり、うんうん、僕が思うのは日本の素晴らしさは現在だけじゃなくて過去の蓄積の積み上げの素晴らしさなんですね。はい、ここにも文書で書いてますが、はい、悠久の歴史と文化を持つ日本は世界にも稀な素晴らしい国だということを文字で書いております。はいはい、やっぱりもう国の歴史と文化の分厚さっていうのがもう特別な国なんですね。私たちはその日本自身が持つ素晴らしさをもう 無自覚なんですね。私が防衛副大臣としていろんな国の方とですね、お会いしていく中で今でも日本ってすごく輝いてて尊敬されてるんですね。なるほど。でもう医療も整ってるし、あらゆる人がその最高の医療が受けれる、そして治安もいいということでですね、
外国から見たらもう夢のような国なんですけど、うんうん、住んでる僕らが元気がない、自信を失っているというのですね、そこをちょっと改めて見直したいと思ってます、はい、ここにも書いてます。誰もが有料な医療にアクセスできる社会保障制度や治安の良さを守りますということで書いておりますが、こんな国はないんですね。うん、やっぱりいろんな国見られてよく感じられますか。そうですね。とかそのオリンピックの時も、うん、財布を落としたらそのまま財布ごと中身もそのまま戻ってくるみたいな、こんな国ないみたいな、治安の良さみたいなものがもう根底のレベルに日本のレベルがそこにあるっていうところがスタートなんですよね。戻ってくるかもっていう可能性が他国では、他国は戻ってこない、 もう前提が、中身はおろか財布も戻ってこない、もう姿形ごと、そう、もう10分目を離したらない、戻ってこない、なるほど、っていうのがもう当然、お前何やってたんだってなくなるよみたいな世界なんです、ね、なるほど。で、まあ、その治安の良さもありますし、この社会保障制度ですね、ここに書いてますけど、はいはい、日本は国民皆保険といいまして、あの全ての国民が健康保険に加入してる、はい、だから毎月保険料を納めているんだけれども、そのおかげでですね、誰もがあらゆる診療科の医療にいつでも受診することができるわけですね、はい、そしてその時の薬代とか治療費も2割負担とか3割負担で済むわけですね、うん、これもう私たちもう当たり前になりすぎてて何にもありがたいと思わないんですけど、はいはい、実はそれによって誰もが医療にかかれるシステムの中に生きてるんですね、うん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 、私の当人中の同級生がニューヨークで活躍してたんですけど、はい、アメリカで具合が悪くなって、はい、ものすごく具合悪くなって病院に駆け込んだら、はい、クレジットカードの種別だけを見てですね、はい、いやもうあなたもう見れませんと追い払われたと。もうアメリカではそのお金を持ってる人しかもう医療を受けること、診察すら受けられない、治療はおろかっていう中でもう彼はもうその時その病院が見てくれなかったもんで、フラフラになりながら飛行機に乗って成田に着いて、成田から福岡空港まで着いて、で福岡空港でもうお母さんが迎えに来たところで目の前でばったり倒れて、結局亡くなってしまったんですね。亡くなってしまった、そこで、日本で亡くなったんですね。アメリカは自己責任、自由の国で自己責任の国なので、そういう医療制度がなくて、やっぱりお金がないと医療が受けられない、クレジットカードの種別で所得が判別されて、うん、受ける受けられないが決まってしまう。なるほど。だけど日本は全ての国民が保険に加入をしてて、うん、そして医療が受けられて、診断を受けて、薬ももらえて、はい、で2割の負担3割の負担、はい、高額医療ももう上限ここまでしか払わなくていいっていう中で、うん、まあ、生きてるわけですね、はい、ですからこういう有料な医療に誰もがアクセスできる社会保障制度、うん、これを守るということなんですね。これはもう本当に普通ではないんですね。ちょっと今衝撃でした、まさかの結論で、そうなんですよ。でまだ他にも書いてますが、はい、資源エネルギーがないという弱点も教育への投資によって科学技術で力に変えていきますということでですね、やっぱり素晴らしい日本なんだけど弱点がありまして、はい、それは資源がない、エネルギーを持ってないってことなんですね。でまた狭い国土にですね、人が住める面積ってものすごく少ないんですよ、私の恩師が言ってたのはですね、昭和一桁生まれの恩師が言ってたのは、日本の果樹地加工地は、3割に満たないと、つまり人が住むことができる場所、そして、作物を作ることができる場所っていうのは国土の3割に満たない、もうほとんど山と林、森林、ね、だから住める場所とかね、農業できる場所っていうのがないって言ってですね、でエネルギーがない、でそこでその恩師が言ってたのは、だから教育が大事なんだ、人間を育てるんだって言って、私の恩師は、まあ、人づくりに、まあ、人生をかけたわけですね。なるほど。教育の投資によって科学技術を研ぎ澄まして、それを輸出して世界に良いものを売って豊かになっていくということが、まあ、一つの日本の生き方であって、あと、まあ、資源とエネルギーがないっていうのが弱点なんですけど、その資源とエネルギーのない日本がですね、経済大国に戦後なったわけです、世界2位の GDP までいった、はい、それはすごいことでして、逆を返せばですね、日本がエネルギーを自給する国になればどんだけすごいのかと、最強ですよね、そうなんですよ、はい、この弱点克服したら
日本最強じゃね、うん、みたいな、うんうんね、そこをなんとかするんだということを今打ち出しています。なるほど。じゃあ具体に何があるのって言われたらいっぱいあるんですよ、うんうんうん、もう今日本が開発しているエネルギー技術とかもいっぱい学んできたんですね。で、一つは原子力ですね、はい、やっぱりより安全な原子力を作って、そして廃棄物の量も減らしていく、はい、原子力って燃やして燃やしてエネルギーを何回も取り出すことができるんですね、うんうん、でもう何回も燃やして一番小さくなったところで捨てればいいんです、はい、でまだ人類はその燃やし尽くすところまで技術がたどり着いてないんですよ。だからまだ燃えるのにそのまま地中に埋めちゃうみたいなことになってる。だから これを最後まで燃やし尽くして小さい溶石にして、そしてより安定した無害な状態で地中に最後埋めるっていう、もう最後まで燃やし尽くす技術っていうのを完成させるのが日本の役割だっていうのを私は思ってます。モンジュっていうのが今、はい、あの研究の原子炉がですね、もうミスが多くて廃炉になっちゃったんですけど、これやめちゃダメだと、続けなきゃいけない、もうこれ研ぎ澄まして世界初のね原子力を完成させるんだっていうことをね進めたいと思っています。そしたら捨て場がないって言われてた原子力も、もうどん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 小さくして燃やし尽くして無害な形になって安定的に処分することができる、ここまでたどり着くんだっていうのをねやんなきゃ、はい、でそれが政治の仕事だと思っています、うん、他にもいっぱいあるんです日本の技術、はい、人工ガソリンとかいう言葉でたまにネットで出てきたりしますけど、合成燃料って言ってですね、はい、あの人工的に石油を作るといいますか、 CO2 から燃料を作ってそれを燃やす、そしたらまた CO2 ができるけどそれを元に燃料を作るっていうですね、分かりやすい言葉で言うと人工ガソリンみたいな、まあ、合成燃料ってよく言う、あの専門用語では言うんですけど、合成燃料、うん、この技術もガソリン石油と同じとこまで量産して価格を下げることができれば、うん、CO2 を集めて CO2 を出す、うん、つまりカーボンニュートラル、はいはい、大気中に CO2 の量は増えない、うん、一遍集めてもう一回戻す、そうですね、同じ量プラスマイナスゼロ、うん、つまりカーボンニュートラルな燃料、うん、つまりガソリンを日本が作るっていう未来まで作り上げる、カーボンニュートラルも解決して、うん、そして日本のエネルギー自給も、うん、完成させるっていう、そこまでの未来を見てですね、教育から科学技術、科学技術から資源エネルギーの解決っていうところまで見据えてですね、しっかり取り組んでいきたいということです。で最後の一文、じゃあ、はい、後藤さん、はい、文化や医療、教育、科学技術を守り育て、素晴らしい日本を後世につなぎます、はい、やっぱり文化の蓄積っていうのが日本の素晴らしいもの、その日本が文明開化、産業革命に出遅れて黒船を見て、うん、もう侵略される支配されるっていう恐怖の場面からですね、そこからもう独立を守り追いつき追い越して、いったのはですね、やっぱり江戸時代のまでのですね、日本の教育や文化の蓄積があったから、それを土台に追いつき追い越すっていうことができたわけですね。やっぱり日本のその文化や歴史の蓄積っていうのは伊達じゃないんですね。これを基礎として教育科学技術を育て、素晴らしい日本を後世につなぐ、これが私の仕事だと思っています。ということで、まことの国づくり、もし鬼木まことが総理になったら、マンスリーテーマ10月のテーマ第1項、後世につなぐ素晴らしい日本、はい、いつも以上にちょっと暑くなって、いやそうですね、長い時間15分を経過しました。ここで温度がこうね、はい、いつもより高いなと、本当はまだまだ多分喋りたいことあられると思うんですけど、ということでこれがあと3本続きます10月のうちにお送りしたいと思いますそうですね、もう一回おさらいですけど、はい、この、チラシの PDF が鬼木まことのホームページでダウンロードできますので、ぜひ中身を読まれたい方はですね、そちらの方アクセスいただければと思います。また LINE のアカウント、公式アカウントもぜひご登録ください。鬼木まことの活動も毎週、はい、報告いたしますので、ぜひご登録をお願いします。この番組の YouTube 登録もお願いいたします。はい、ということで今週もありがとうございました、はい、それではまた来週。